やいどーん。あ、あれ、とつ町に現れる星町彗星です。あー彗星のごとく現れた。とつ町に彗星のごとく来た。はい、とつ町に星町がやってきました。何言ってる、すげーヒーローだお元気ですか。元気だよ。元気です。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、はい、ね、スイちゃんはね、ちょっとあのモブ討伐でね、はい、最後にさくらみこのせいだとね言ってましたけども。あー、そうなんですか。濡れ着だな。濡れ着だ。完全に言葉、みこのせいじゃない。そうだ、そうだ、みこのせいだ。いやいや、待って、でもね、全然あのね、あの、なんだったっけな、うん、2人が、うんうん、あのモブ討伐始まる前に、うんうん、あのまっすぐ走った方がいいですよ、うん、あ、うんうん、あ、そう、ゴールめがけてまっすぐ走って、ね、そう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 、まっすぐじゃなくてもいいんだけど、とりあえずあのみんなで走ってってね、そう、とりあえず走った方がいいですよって言われて、で、どういうことだろうって、そう、匂わせだったから、どういうことだろうって3人で話し合った結果、うんうん、なんか端っこ走ると速いんですけど、あそこの道って、うん、そうそう、はいはいはい、そう、端っこ全然覚えてないんだよね。あ、そうそうそう、うん、端っこを走ると何かトラップが起こるんじゃないかっていう結論に至り、そう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 、はいはい、で、なんかそれで万が一死んだ場合、高谷美子は庭しく走れていたんだねって言うだろうって。おい、今時代にやっぱやめろ。ちなみにさ、あの時あの時イマジナリーミオもいたんですよ。イマジナリーミオ、イマジナリーミオは何やってるんですか。だから、うち言ったよね、走った方がいいって。すごい悪役になってるやん。うち言ったよって、うちうちうち言ったって現れたんですよ。やべ、それはね、もう、はいはいはい、みこちとみおちのせいですよね。みおちのせい、私、マチナリーのせいです。